全然これがナンバーワン。結構粘着力がすごい、まあ、傷跡治療って感じです、主に。こういうロゴです。可愛くない？これベロアの生地になってます。もうロゴがめっちゃ入ってて可愛い。じゃじゃーん。ちょっと髪の毛をチェンジしただけなんだけど、次は、洋服とか、あとダイソー購入品を紹介したいと思います。まず、ダイソー購入品、じゃじゃーん。これはね、私がね、練習生の時からずっと愛用してる舌磨きです、これ。もうある分だけ全部買ってきたんだけど、でも3つしかなかった。これは本当に、どの舌磨きを使っても、全然これがナンバーワンっていうぐらい、100円なのに、これ2本入りで。めちゃくちゃ綺麗に取れる、洗えるから、これマジでおすすめです。韓国行った時に、これ絶対皆さんダイソーで買って帰ってください。次は、これも100円だった。サイウォン。これスポンジですね。なんかロージーローザーの形に似てて質感も似てるなと思ったから、このスポンジを買いました。あとはね、このコットン3000ウォンです。ヒアルロン酸パウダーって書いてる。これも使い勝手良さそうだなと思って、あの化粧水でパックするとか。これはね2000ウォンなんやけど、これもコットンです。でなんかこういう風にペローンってめくれるみたいで、化粧水でパックするときにトナーとかで結構使いやすいかなと思って買いました。次はじゃじゃーん。これ前髪を留めるやつですね。型がつかずに留めることができるみたいな、こんな感じで洗顔の時とか。結構粘着力がすごい。あ、これ結構ちょっとやばいな。うわー、これ粘着力がすごい。8個入ってて1000円。メイクの時とかにめっちゃいいよな。これは4個入りで専門。こっちはね、ちょっと可愛いリボンの形、ちょっとラメがついたようなこんな感じのやつです。で次はなんかマスクがなかったから、とりあえずマスクを買った。でこれもなんかボリュームアップ、ボリュームピンみたいな、すごくない？これ専門です。なんか使い方はこういう風に裏に書いてんねんけど、やっぱここの根元を立ち上げたい時とか、ボリュームを上げたい時とかに使ったら良さそうかなと思って、これが2つ入りです。2つついてます。これはブラシ500ウォンです。これはピンセット100円、2つ付き。これも100円です。これ眉毛とかマスカラ、スクリューブラシなんですけど、これ基本コロナ禍の時にヘアメイクさんが使い捨てでこれにマスカラ液をつけてマスカラとか塗ってくれてたりしたんやけど、結構持ち運び眉毛とかにも整える時とかに便利やし、まあなんかちょっと好奇心で買ってみました。次はこれ、まあ、言ったら眉毛剃りですね。こんな感じで、はい。あ、これも買った。これ500ウォン、50円ってやばない？ピンセット結構ね、ダイソーやけど100円だけのがあるのじゃなくて、一番下の値段は50円からあります。500ウォンから。あとじゃじゃーん、1000ウォンでこっちのなんかリボンタイプ、チェック柄のリボンタイプの方も買ってました。あとね、これめっちゃ便利やと思った。1000ウォンなんやけど、ブラシ立てるやつ、ブラシをこう洗ってすぐ立てる時とかに、これゴム素材やから水滴もあんまり気にせずに結構便利やなと思った。これは36ミリの前髪カールみたいな感じです。私は基本前髪とか、あとここのボリュームをつけるときに使おうかなって思ってます。で、購入品としたら、これはなんかモンクリームって言って、私が脂肪分解注射をしたときに結構内出血がすごくひどくて、そしたら韓国の友達にモンクリーム塗りなさい、モンクリーム塗りなさいってみんなに言われて、何それって言ったら、なんかあざが早く消えるみたいな。でそんなんあったらもっと早く知りたかったけどって思って、これはモンクリー、あの薬局、韓国の薬局結構そこら中にあるんですけど、モンクリームありますかって言ったら、で効果が高いやつくださいって言ったら買えます。いろいろね、種類があるらしいから、近々韓国行った時に違うやついろいろストックしとこうかなと思います。これは1本で1500円です。結構高いの、あんまりそんな量も入ってなかった。で、これは特にジェルタイプやから、すぐに乾いたり飛んでいっちゃうから、結構何回もこまめに塗り直してくださいって言われて、なんかね、ケロイドとかにも効くらしいし、あとその青タンとか赤い傷跡とか、まあ何でも効く、結構効きそうな感じ。まあ、傷跡治療って感じですね、主に。はい。これは結構、
知ってよかったなって感じです。じゃあ次はじゃじゃーん。これね、私がインスタグラムで見つけて行きたかったブランドなんだけど、ここのお店に行って15万円分ぐらい買いました、日本円で。多分見たことある人もいるかもしれない。こういうロゴです。可愛くない？これはシュシュです。こんな感じでブルーとね、あといろんな色もあった。で、そこで買ったやつをちょっと紹介していきたいと思います。まずじゃじゃーん。これはスウェット、こういうスウェット、普通の。ここにロゴがあって、お尻はね、こんな感じで普通にスウェットです。下は何にもない、ダボーンとした感じのスウェット。これも紐調節できるから飛行機とか乗るときとかめっちゃ楽やなと思ってこれを買いました。中もね、あの裏肝になってるから結構使いやすいなと思って。で、じゃじゃーん。これめっちゃ可愛いな。これセットアップでお尻にね、こういうまたロゴがあって、これベロアの生地になってます。普通に裾はこんな感じの、あの下は何もない広がった生地なんですけど、上はね、トレーナーみたいになってて、これも飛行機とか撮影現場とか行くときに着たいと思います。こんな感じ、フードもちゃんとついててめっちゃ可愛くない？胸元にこういう風にロゴがついてます。でこれはこんな感じ、これもロゴがバーって入ったやつで、後ろのね、お尻部分にこういうロゴが入ってます。でちょっとダボっとした感じ、なんかね、薄いブルーの色味もあってんけど、ブルーの色味のジーンズってか、ジーンズをほんまに買いすぎてクローゼットがとんでもないことになってて、ちょっとこれ取り終わったら断捨離しようと思ってるんですけど、それぐらいジーンズを私まだまだ買ってんのね、やばいぐらい買ってるんで、履かないものは履かないもので断捨離をしたいと思います。これはね、もうロゴがめっちゃ入ってて可愛い。これもちょっと下が広がってるタイプです。またジーンズ、またジーンズです。でそういえば白いジーンズ持ってないんじゃないって彼に言われて、後ろがこういう風になってて、これも可愛くない？こんな感じでもう普通に超シンプルな感じの、下がこうちょっと開けた感じのジーンズなんですけど、これも S サイズ、全部ボトムスは XS じゃなくて S からしか確かなかったから S サイズにしました。で、もう一個はこれもちょっと、これなんていう感じの生地なの、ベロアじゃなくて、これなんて言ったらいいんやろね、ベロアっぽい、まあ、生地ではあんねんけど、こういう感じの、これもねこうやって調節できて、お尻ポケットこんな感じです。さっきのね、ちょっとスウェットっぽい感じで、前もこういう風に調節できて、下はね、裾こんな感じでダボっとした感じです。これも S、 大きめに着たいから M でもよかったけど S にしちゃいました。トップスはじゃじゃーん、これです。これ白も買ってんけど、色違いでリオにお土産としてあげた。これこんな感じでちょっとオフショルダーっぽくなんねんな、ちょっとだけ。普通のこれはね、もうロンティーって感じです。ピチって見えるけど、締め付けることも そこまでなく、ゆったりとして着れたのでラフな感じでした。じゃじゃーん、ニットです。可愛くない？これもうユニセックスっていうかね、ホームページではメンズみたいな感じで出てくんねんけど、ほぼほぼメンズのコーナー全然なくて、ユニセックスで着れますよみたいな感じ、だから大きめのサイズなんよね。欲しかったやつがあってんけど、それはもう全部ソールドアウトで売り切れでした。これはニットです。普通にチクチクしない感じの暖かいニット。これはニットカーディガン、こうやってね、クロップド丈のちょっとニットカーディガンになります。こんな感じでジーンズとかに合わせたら可愛い。で、次からはニューニューで買った購入品を紹介します。これは普通に白 T、 普通に白 T。 ニューニューではもうほとんどね、ロン T とか楽なやつばっかり買いました。これ若干シースルーのロン T みたいな感じ、生地がね、めちゃくちゃなんか肌なじみがすごい良くて柔らかくて、めっちゃ着やすいなと思ったから、まあ何にでも合う感じです。さっきの黒とは若干違うねんけど、ちょっとベージュ、ホワイト、ホワイトベージュっぽい感じかな。白やけど若干ベージュ味もかかった、こんな感じの普通の、これもロンティーです。これもニューニューなんですけど、
こんな感じで若干オフショルダーっぽくなる、オフショルダーだね、オフショルダーになるんですけど、袖が若干こういう風に短くなってて、あとね、モコモコ生地なの、めっちゃ可愛くない？これでもチクチクしない感じのモコモコ生地なので、普通に可愛くて白で大人っぽい感じでジーンズに合わせても着れるかなと思いました。スカートとかでも可愛いし、こんな感じのオフショルダーになってます。これもまたまたロンティー、普通のなんかちょっとヒートテックっぽいね背中がめっちゃ開いてるんですけど、背中が開いてて可愛いっていう、ヒートテックっぽいな。これで、さっき一番初めに紹介した白 T のグレーです。これブラックも買ってんけど、もうあの着ちゃって洗濯機に回してます。じゃじゃーん、これは TC っていうブランドです。なんか最近流行ってるっぽい、ちょっとヒップホップ系だけど TC。 これブラックも買ってたんですけど、これもリオにあげました。こんな感じです。これちょっとまあデカめにオーバーサイズっぽく着るやつなんですけど、これもめっちゃ可愛い。この胸元のね、この TC のロゴが超可愛いです。みんなも流行ってるブランドなので、ぜひ行ってみてください。ヒップホップ系ですね、どっちかっていうと。ということで、韓国のダイソー購入品と、あとお洋服購入品を紹介しました。ぜひオリーブヤング購入品も見てくださいってことで、バイバーイ。